はい、皆さんおはようございます。ハリウッドスターを目指す男、ラモスです。350名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつも、ありがとうございます。いやー、夏やばいね。もう体力との勝負というか、シフトもスーパーハードだし、業務もハードだし、もうね、まあ言いましたね、夏をね制するものがね絶対男を制する、もう確信しました。今回僕もマジ確信しました。もうね今がピーク、今がピーク、これをね勝ち切ってね絶対男としてねもう一皮二皮、もう表情いいじゃないですか。気づきました、表情めっちゃいいっしょ今ね、自分で分かるんですよ、表情めっちゃいいっしょ今。もうねきつくなるとねアドレナリン、ドーパミンがねもう爆発してね、もうパッションがねもう目に見えてくる。この表情を通じてパッションって目に見えないものだと思うんですよ本来、秘めるものなんで。ただ、ね、こうやってね出ちゃう男ってねなかなかいないと思う世の中で、やっぱねこのねピークしっかりね一人じゃできないんで、やっぱね仲間をねもう一回とスクラム組んでねまたねやりきりたいなと思ってます。はい、絶対勝ちましょう、絶対勝ちましょう。以上、ハリウッドスターマンズ佐藤バラボスがお送りしました。瀬波さん、失礼します。失礼します。